または、はいよー、建物料金で始めるインターネットプランはフルーツ光。飛ぶ前緊張しすぎてめっちゃ膝とかガクガクしてでもなんか飛んでみたらすごい楽しくってもっと飛びたいなって思いました。大変だったところは弓の位置をなんか上げるときになんかどうしても左手が上がっちゃうのでそこが大変だった。初めはなんかすっごい怖かったんですけどやってみるとそんな高くなくてとても楽しかったです。建物料金で始めるインターネットプランはレッツ光。全然怖くなかったです。すっごく楽しみで今年2回飛べたので来年は3回、4回、5回ってもっと飛びたいです。あ、あそこ、はい、ネットがお手頃なら始めたいという方に。今回すごく飛べて嬉しかったです。もう夢が空を飛んでみたいと思ってたんですよ、天使になって。だからその夢が一つ叶ってすごく嬉しいです。スタート。